田敏之です。担当教科は数学です。みんなこれからよろしく。保健員の井上留美です。保健室にいるから怪我でも恋の悩みでも何でも相談に来てね。生活指導の八木正俊だ。我が夢見ヶ丘学園の伝統を汚すことのないように諸君を指導するのがわしの役目だ。学則を守らん者に対しては徹底的に指導するつもりなので覚悟しておくように。担任の神田だ。僕はみんながこの夢見ヶ丘学園で楽しい高校生活を送ってほしいと願っている。多少のことには目をつぶるが、してはいけないこととの区別は自分できちんとつけるようにな。みんながお互いにルールを守って楽しい3年間になるようにお互いに努力しような。どうせ夜遊びでもしてたんでしょ。どれどれ。確かに少し熱があるみたいだけど、これくらい寝てりゃ治るわよ。全員カバンの中のものを机の上に出せ。生活指導の八木だ。今から所持品検査をする。なんだこれは。誰がこんなものを学校に持ってきていいと言った。生徒手帳の学則をよく読め。卒業まで返してくれそう。
の資料を職員室まで運ばなきゃならないんだが。女の子には無理だろ、やめとけよ。助かったよ。しかし見かけによらず力持ちなんだな。すまんすまん。健康診断があるからな。男子は保健室、女子はその隣の準備室だ。間違えるなよ。お前がっしりした胸してんな。ああ、日頃それなりに鍛えているからな。見えないのかしら。ずいぶん大胆ね。私の前でいい度胸してるじゃない。じゃあ何をしてたって言うの。まあいいわ、見逃してあげる。さっさと行きなさい。教室に戻んなさい。デートなんだよ。怒ると可愛い顔が台無しだぜ。それじゃお先に。みたいだな。なんだかアイドルの舞台挨拶みたいだな。誰もそこまでは言ってないけどな。
ちゃ悪いような言い方だな。そういうお前はどうすんだよ。ああ、お前と同じクラブかよ。仕方ねえな、真面目に顔出すか。部活は毎日やっているから、いつ顔を出すかは自由だ。ただ月に6回は来ないと自動的に退部になるからな。遊びでもしてたんでしょ。どれどれ。確かに少し熱があるみたいだけど、これくらい寝てりゃ治るわよ。全員いるな。それじゃバスに乗れ。はーい、保健医の井上ルミよ。私は一番前の席に座ってるから、気分が悪くなったらすぐに行ってね。宿舎に入る前に生活指導の八木先生からお話がある。みんなよく聞けよ。諸君らはここで2日間過ごすわけだが、これは遊びではないぞ。これも授業の一環であり、というわけで話したいことはまだまだあるが、つまり学校を離れたからといって浮かれたりせず、規律を守れということだ。以上。なるほど。失礼。あなたがあまりに可愛い独り言を言っているもので、ぜひ。お見かけしない顔ですが、あなたも僕の親衛隊の方ですか？どうやら違うようですね。はじめまして。僕は吉村圭一と申します。ご存知でしたか？有名人もつらいな。噂ではなく真実です。しかし付きまとわれて迷惑しているんですよ。おっと、もうあちらに行かねば。お会いできてよかった。ではまた。もう遅いよ。
自由行動だが、あんまり遠くに行くんじゃないぞ。もちろん遊ぶに決まってんじゃない。向こうに超綺麗な湖があって、ボートに乗れるんだって。誰かボート漕げそうな男の子見つけなくっちゃ。見直したぜ。待たせときゃいいんだよ。のんびり行こうぜ。はいはい。するが、家に帰るまで気は抜くなよ。いつまで寝ているの？起きなさい。若い娘が何です？もう塔に日が昇ってますよ。おはようじゃありませんよ。早く起きて支度なさい。もうお見えになってますよ。今日からうちに住み込むことになっている書生さんですよ。あなたもご挨拶くらいなさい。こちらが今日からうちでお世話することになった書生さんよ。はじめまして、お嬢さん。今日からご厄介になる藤井です。書生さんには奥の書斎を使っていただきますからね。ご案内して差し上げなさい。お世話になります、お嬢さん。とんでもない。こんないい部屋を貸していただいて感謝しています。あなたのような可愛らしいお嬢さんがいらっしゃるなんて。すみません、初対面だというのに失礼でしたね。上京したばかりでまだ右も左もわからないんです。いろいろ教えてください。があるからな。放課後教室に残っててくれ。待たせたな。それじゃあ始めるか。まだ1年で進路のことなんか考えてないかもしれないが、簡単な希望を聞かせてくれるか。
学か。このままの成績じゃちょっと難しいな。まあお前の努力次第だけどな。面談はこれで終わりだ。もう帰っていいぞ。ご苦労。いつもの時間に迎えに来てくれたまえ。今日から3日間の試験期間だぞ。最後の悪あがきは済んだが、チャイムが鳴ったら開始していいぞ。開始していいぞ。それじゃあ、チャイムが鳴ったら始めていいぞ。よし、これで今回の試験は終わりだ。帰ってよし。心の準備はいいか？この前のテストの答案を返すぞ。名前を呼ばれたら取りに来い。これ娘、お金か。王女様のお部屋で熟睡できるとは、神経の図太い娘だな。ようやく目覚めたか。まあこのくらい度胸のある娘でなければ今度の大役は務まらんからな。さあ
目が覚めたらこちらへ来い。引き合わせなければならない者がいる。国で一番の勇者と誉れ高い騎士だ。本当ならお前など足元にも寄れない英雄だぞ。これは驚いた。確かに姫にそっくりだ。君は姫の代役に選ばれたんだ。何者かに命を狙われている姫の命を守るために協力してもらいたい。君は僕が守る。何も心配しなくていい。姫の命を狙う悪人を捕らえるまで姫のふりをしてくれればいいだけだ。すぐに村へ帰れる。約束する。僕を信用してほしい。フラしてないで、まっすぐ帰れよ。今日のホームルームは体育祭の出場選手を決めるぞ。クラスリレーの選手に立候補するやつはいるか？ポイントが高いからもう少し運動が得意な人の方がいいと思うんだがな。申し訳ないが、君たち先に行ってくれたまえ。おや？おはようございます。いい朝ですね。
お嬢さん、奥さんの姿が見えないようですが、どちらかへ。いえ、大したことじゃないんですが、少し熱っぽいもので薬でもあったらいただこうかと思って。ありがとうございます。しかしほっとしたな。いつも僕を避けてらっしゃるから嫌われているのかと思っていました。そうだったんですか。お嬢さんは僕みたいな田舎者は相手にしないんだと思っていました。お手数かけます。そうだ、お嬢さん、今度着物を仕立てるのに付き合っていただけませんか。学校で急用に時代遅れの服装だとひどくからかわれましてね。そこでお嬢さんに見立てをお願いしたいんですが。ありがたい、約束ですよ。楽しみだな。期末試験だな。みんな問題はよく読んで最後まで諦めるなよ。チャイムが鳴ったら開始していいぞ。開始していいぞ。それじゃあチャイムが鳴ったら始めていいぞ。
よし、これで今回の試験は終わりだ。帰ってよし。心の準備はいいか？この前のテストの答案を返すぞ。名前を呼ばれたら取りに来い。今日で終わりだ。楽しい休みの前には何が待ってる？そう、通知表だよな。出席番号の順に取りに来いよ。来学期はもう少しどうにかしろよ。それじゃあまた新学期に会おう。たっぷり遊んで元気な姿で学校に来いよ。
姫、どこで誰が聞いているかわからん。常に王女として振る舞ってくれ。それでも初めに城に来た時に比べたらだいぶ王女らしくなってきたぞ。姫は気高く美しい方だ。そんな不満を口にされたことはない。しかし君が現れてから城の中が明るくなったような気がするな。君のような子には今まで会ったことがないな。正直に言うと君を村に返すのは少々惜しくなってきたんだが。冗談だ。今調べているから君ももう少し辛抱してくれ。悪いな、待たせたか。そう怒るなって。そんじゃ行こうぜ。遅いぜ。たかが水着に着替えるのにどれだけかかってんだ。さあじゃあ行こうぜ。
今頃俺様のワイルドな魅力に気がついたか。まあこんなもんだよな。ちょっと疲れたけど。そっか、ならいいけど。そんじゃ俺帰るわ。またな。女性がいると店の中が華やかになりますね。お仕事頑張ってください。どうした？人影、ついに現れたか。みんな、後を追え。わからない。だがもう大丈夫だ。何かあってからでは遅いと思って、毎晩外で見張りをしていたんだ。謝るのはこっちの方だ。何の関係もない君を巻き込んでしまって。王女の寝室まで忍び込めるとは、思った通り内部の者の仕業だな。いや、今夜はもう来ないだろう。来たとしても僕が追い払う。安心して眠るんだ。おやすみ。